はい、どうもビールジェント柿谷です。今回はですね、皆さんにこちらのプロテインを紹介したいと思います。ね、ご覧いただいたらお分かりかもしれないですが、こちら2つがビーレジェンド WPI、 こっちが地中海レモンか、でこっちがみんなのアイスココアでございます。でこちら真ん中がストイックソイ、ソイのプロテインです。で味はヨーグルト、さっぱりヨーグルト風味でございますね。で、なんで今回これを紹介するかというと、よくプロテインを飲むとお腹を壊すと下痢しちゃうっていう方が結構いらっしゃるんですよね。小さい頃にね、今大人になってからもそうかもしれないんですけど、牛乳飲んでよく下痢をするとかね、いらっしゃると思います。もうご存知の方ももうほとんどね多いんじゃないかなと思いますが、牛乳の中には乳糖ね、お乳の砂糖の糖ね、お乳の糖質がございます。なので、これはソイ、大豆なんで違うんですが、これとか他のビーレジェンドシリーズなんかは、牛のお乳、牛乳からできてますので、だからその乳糖がね、こう吸収するときに吸収しきれずに下痢しちゃうっていうのが原因なんですよ。なので、もしですね、WPC、通常のね、ビーレジェンドシリーズで、下痢をするっていう方は、一つは飲み方を工夫すると、分量をね、大量に、スプーン4杯ベースにしてるんですけど、スプーン2杯にして 100cc とかでね飲んでもらうとか、あるいはだけどタンパク質はいっぱい取りたいわけだから、1回に、たくさん飲むんじゃなくて小分けにして2、3時間おきに回数を増やして飲んでもらうっていう風にすると下痢にはなりにくくなります。だからそういったところも注意してもらったらいいんですが、もうそんなのも邪魔くさいと考えるの面倒だっていう人は WPI ね、こちらの WPI を選んでいただくと、WPI っていうのは WPC 一般のプロテインと比べてお値段はちょっと高めなんですけれども、さらにね、ろ過CFM 製法っていうのを使ってるんですけれども、さらに、ろ過をかけることによって、その乳糖とか、あるいは脂質もそうですしね、他のタンパク質以外のものをさらにこう除去してると。で除去することによって、乳糖不耐症の方でも下痢しにくいと、しないってわけじゃないんだけどね、乳糖が少ない分しにくいと。だからこういったもので飲んでもらうのもいいし、あるいはこちらストイックソイ、これはもうそもそも大豆だから乳糖入ってないんでね、だから下痢することはないと思います。だからとにかくタンパク質取りたいんだっていう人はこういうストイックソイもいいと思います。でストイックソイね、これなんか女性のパッケージになってるんだけど、別に女性向けってわけでもないし、ヨーグルトなんでね、非常に美味しいです。結構うちのね、ジムの辻元トレーナーなんかはもうこれいつ もうこれをベースでね飲んでるって言ってるし、僕もねいろいろ飲んで、やっぱりどうしても WPC の中から選んじゃうんですけど、でもねストイックソイはかなり美味しいのでおすすめです。プロテイン飲みすぎて下痢しちゃうなっていう人なんかは、こっちのストイックソイでいいんじゃないかなと思います。なので、もしよろしければ、WPI は2つあるんでね、さっぱりしたレモン味の地中海レモンと、これもさっぱりした飲み口のココアですね、みんなのアイスココアで、2つの味がありますので、これを選んでいただいても結構ですし、あとこのストイックソイ、ね、これもヨーグルトの味なので、本当ヨーグルト風味としてですね、飲むヨーグルトみたいな感覚でね、取っていただけるんじゃないかなと思います。で、ソイの場合は少しホエーとか WPI と比べるとトロッとした感じなんですよ。やっぱりソイなんで食物繊維が入ってるから、そんなサラサラっとした感じじゃなくて、ちょっと とろみがあるというか、だから水分量少し増やしてもらうとかすると結構サラッと飲めるんですけど、水分量同じだと他の WPC や WPI なんかと比べるとちょっとこうトロッとした印象があるので、そのあたりは物が違うので覚えておいていただければいいんじゃないかなと思います。はい、ということでぜひ皆さんお試しください。では皆さんまたお会いしましょう。さよなら。